今日午前9時前中央アルプス扇状時期で雪崩が発生し、数人の登山者が巻き込まれました。このうち、愛知県日進市の40歳の男性は仲間に救助され、軽いけがとみられます。雪崩は規模大きかったですか。大きかったですね。登山道全体を覆うような感じだったですね。他に巻き込まれた人も自力で脱出するなどして命に別状はないということです。